ゆでんてぃグラメさん、どうも。音楽活動やるやる詐欺をそろそろやめたい男、ゆでんてぃでございますこのゆでんてぃはここ1年ぐらいずっと音楽活動を再開すると宣言し続けて、いまだにてめえたちに何の発表もできないままでいるよねっていう話なんだけど、やっぱり人間目指すものがなくなっちゃうとなかなかそっちの方に意識が向かなくなっちゃうよねっていう話なんだけど、最近は相当モチベーションが高まってて、夜な夜なビートを選んではリリックを書く準備をしてるよねっていう話だから、このゆでんてぃを見てるてめえたちにはむしろそっちの活動の方こそ応援してもらいたいところだよねっていう話だよね。そして昨日の夜アベマ TV で放送されたこともあって、その豪華すぎるメンツからやたらツイッターでも話題になってたよねっていう話だから、このゆでんてぃもラッパー上がりの人間として取り上げないわけにはいかないよねっていう話なんだけど、ちょうど昨日8月31日の夜にバトルサミットっていう日本武道館で行われた、例えばリッキー・ダディ・ダーティーだったり、カンさんだったり、ソン・ゴングだったり、あとはシン・ペータさんとか、さらには昔このユーティンティと一悶着のあったジブラまで出演して、史上最大級に豪華なメンツで行われた MC バトルイベントのバトルサミットなんだけど、このユーティンティもその様子をリアルタイムで見たところ、まさかのありえないクソすぎる内容だったんだよね。今回のバトルサミットに関しては現時点ではアベマしか公開されてないし、一個一個の試合のレビューをしてたらこの動画が何時間あっても足りないよねっていう話だから、あくまでこのユーティンティはイベント全体に関しての話をさせてもらうんだけど、このユーティンティはラッパー時代バトルに参加したことは一回もないんだけど、そもそも音楽ジャンルや音楽の一要素としてのラップと MC バトルのラップとは全く違うものだと思ってるよねっていう話だから、当時から MC バトルには出る気もなければ興味もなかったし、世間一般のイメージでヒップホップイコール MC バトルになっちゃってるような風潮も全くもって歓迎してないんだよね。そして今回のバトルサミットに関して結論から言わせてもらうんだけど、イベントや演出としては客が見たい対戦カードが揃っててなかなか面白いとは思うんだけど、ここまで来るともう完全にその肝心の中身がどう見ても純粋なバトルじゃねえじゃんっていう話だよね。まずこのイベントが行われる前に、まるで格闘技を真似たような対戦相手同士の記者会見が行われてたよねっていう話なんだけど、そもそもバトルって誰と当たるか分かんないからこそ面白みがあんじゃねえのっていう話だし、そんな予定調和の会見をしちゃってる時点でその会場で繰り広げられるものは即興でやり合うフリースタイルバトルじゃなくて、フリースタイルバトルに見せかけたただのライブショーケースなんじゃねえのっていう話だよね。その証拠に誰とは言わないんだけど、出演してた一部のラッパーの中にはどう聞いてもこれ即興じゃねえじゃんっていうレベルの明らかに用意したリリックをラップしてたやつもいたよねっていう話だし、そんなことをわざわざするくらいだったらバトル形式にするんじゃなくて最初からライブイベントとしてそれぞれの曲やったらよかったんじゃねえのっていう話だよね。まあもちろん客目線として当然出演者のライブよりもバトルが見たいっていうニーズもあるだろうし、そこにニーズを見出したからこその今回のイベントだったとは思うんだけど、そもそもライブだと盛り上がらずにバトルだと盛り上がるっていうことは、その出演者はアーティストとしてはもうオワコンなんじゃねえのっていう話だし、今回みたいなあまりにも金の匂いがプンプンするようななんちゃってバトルイベントを打つことでまた世間はヒップホップに対する間違った認識を持っちゃうよねっていう話だし、しかもそのバトルが本当に純粋なバトルじゃなくてバトルを装ったショーケースだったり、デキレス感があまりにも拭えない内容だったっていうことに関してもこのユーティンティは憤るしか感じなかったよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、そろそろこのユーティンティもただスタジオで2匹のピエンと共に喋ってるだけじゃなくてマイクを持って自らのスキルを見せつける時は迫ってきてるよねっていう話だし、このユーティンティの音楽の才能がどれほどかを知るためにユーティンティミュージックっていう再生リストから俺の過去の曲もぜひ聴いてもらいたいよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価をして蹴られたことで毛玉になるペラルタな服は今すぐに脱ぎ捨てて次の動画またじゃなくてしまったと思います。それでまたネクストユーティン TV でお会いしましょう。See you.